スポーツ日の丸キッズは、柔道、バスケ、ソフトテニス、自転車などの子どものスポーツを楽しく学べるプロジェクトです。スポーツ日の丸キッズ中国四国小学生柔道大会がキリンビバレッジ周南総合スポーツセンターで開かれました。この大会は柔道を通して礼儀や親子の絆をさらに深めてもらおうと、一般社団法人スポーツ日の丸キッズ協会が2009年から毎年開催しています。県内を中心に中国、四国、九州などから600人を超える小学生が集まり、日頃鍛えた技を競いました。周南市からは4団体およそ30人が出場しました。試合場のそばには応援席が用意されていて、保護者やコーチが近くから声援を送ります。子どもたちは豪快に投げ技を決めたり、寝技で相手を抑え込んだりして熱戦を繰り広げていました。親子の絆を深めることがテーマのこの大会では、保護者も一緒に表彰を受けます。一つ勝って1位目指しました。応援してくれてありがとうございます。大会の結果はご覧の通りです。大会では元日本代表選手や有名な指導者による柔道教室も行われ、参加者は真剣な眼差しで指導を受けていました。